片耳じゃないよ。本当だね。まあ寝起きだからね、よくわかんないまま抱っこされちゃったね。好きだね。気持ちいいな。気持ちよさそうだね。顎が気持ちよさそうだね。気持ちいいな。いいね。ぐるぐるやってはるじゃないですか。ちゃかちゃんぐるぐるやってるじゃないですか。いい子だね。うん、そうだね。ふふ。だいぶいい感じだね。ちょっとそうだ、この隠れちゃいそうなこの奥をさ、せき止める。前そういえばさ、布で貼っただけで、誰だっけな、ジャン君の時だったかポンちゃんの時だったか、それでも効果あった気がする。そうだっけ？布なんて貼ったんだっけ？なんかやった覚え。段ボールを貼ったりとか。そうだっけ？ポンちゃんとジャン君はさ、もう大人で体が大きいからあんまり入れない。でもなんかここに入ってほしくないくなった時にね、もともとキャリーを置いててそこに入ってたんだけど、なんだろうな、なんか奥入っちゃうからって言って。はい、はいはい。そのまま寝ちゃうのか。ちょっと手離して。そうからな。居心地がいい。ちょっと位置自分からずらしたね。しょうくん見て見て。しゅんくんも出してみる。そうです、出してみる。ちゃこちゃんに悪影響があるとダメだ。一回こっちが収まってからしようか。そうだね。怖がって逃げちゃったらやばいし。はい。ちゃこちゃん自由にしてください。はい、どうぞ。ケージに戻るなり、散歩始めるなり。散歩いいの？カバーしてれば。あら、いっちゃう。はい、戻りました。滑った。面白い、ちこちゃん。ちょっと滑ったね。どうでした？気持ちよさそうだったね。よかったね。よし。じゃあそろそろ外に出ることも、本人が出たかったら出そうかね。じゃあね。あんまり遠くに行かないように買ったりとか、完全に塞ぐのはもう本当に無理だから、ね、程度いけそうにない感じを。そんな来ちゃったよ。はい、さあ。遊びに行かないの？